十0年前9歳の時にワルシャワにこのコンクールを見に来てその時にこのコンクールに出たいと思ったので参加しました曲に関しては曲を仕上げるのにどショパンがどんなイメージを作った曲なのかどんな時にショパンが作った曲なのかというのを考えて 勉強するようにしましまたあとは体力をつコンクールが長いので体力をつけれるように走ったり筋,筋トレをしたりしましたたりま姉がいまして彼女が弾いているのを見てレッスンによくついていって自分もピアノが弾きたいってお母さんに言って。 で習わせてもらうようよになりました2歳の時だったので覚えてないんですけどお母さんがそうやって言ってて言ましたピアニストは練習でも一人舞台でも一人っていうのはとてもす,すごく孤独な仕事ではあると思うんですけど自分で精神的にもちょあの。 本番に向けたり緊張していても本番でいい演奏ができるようにそれ自分,自分の管理が一番難しいんじゃないかと思います本当にピアノの音が大好きなのでもう楽しくてしょうがない <laughs> そう弾いてる時はいつも多分一番幸せなんじゃないかなと思います どういうふうに弾いてほしいまずショパンがどういうふうに弾いてほしくて作ったのかっていうのを考えてその後で自分がこの曲をどう弾きたいかどういう気持ちなのか想像してそれにショパンの曲はもうその,そのままで美しいのでなんか「ルバート」とか難しいと思うんですけど。 自然ににナチュラルル・が一番だと思うシンプルイスベストで <laughs>、えー、ピアノのコンクールの期間は長いのでその間緊張している期間も長くてプレッシャーがあったりとかすると思うんですけど自分をいかに本番の舞台でいい演奏することができるかっていうピークを合わせたりとか。 そういういい訓練になると思います自分がアーティストだと思える瞬間っていうのは自分がアーティストなんだという自覚が持てた時だと思います。えー、挑戦と あそうこの出版コンクールを3つの言葉で言うならば挑戦と自立とあとは楽しみですかね。